48。どうも、雑草野球少年、りょうすけです。今日は先週の初試合をあげたいと思います。普段は自分は公式をやってるんですが、どうしても試合軽減が少ないということで、軟式ボールでやらせてもらってます。まあ実際軟式と公式って感覚は違うんですが、そこまで自分にはそんな繊細な感覚がないのでやっています。では、初投げを見てください。プレイボール。47。147。43。45。46。47。48。46。47。36。42。39。33。38。38。33。40。30。35。35。38。入った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 でかい。
48が待ってる。解散！えい！解散解散打って解散。47。いかがだったでしょうか。初回のピッチングかなりひどかったと思います。見てて本当に情けないです、はい、でもやっぱりまあその後にキャッチャーの方からワンバウンするつもりでもいいから投げてみろって言われるアドバイスがあって、そこから立て直すことができました。一つのアドバイスでやっぱりピッチャー変わると思うので、そういうアドバイスを周りからしてあげるのが一番いいのかなっていうのは今日の試合で思いました。今日一つお願いがあります。コメント欄に例えば今日のピッチング、お前マジコントロール悪すぎだろうとか、そういう指摘であったり、こうすればいいんじゃないっていうの指摘をしていただいたり、こういう企画をやってほしいよっていう指摘であったり、今日の晩ご飯は焼肉だったよみたいな指摘、コメントでもいいので、コメントをどしどし書いてってください。ではまた、ゲームセット。すげえな、躍動感が。